何これ、前髪変やわ。 こんばんは、みこりんりんさん、こんばんは、あーろくんさん、あわむむさんもこんばんは、みこさんこんばんは。 あ、ハッピーバルーンや、ハロー、ハッピーバルーン、ハワユー。 ハッピーバルーン来てくれた、嬉しいな。ちびあおさんも、ティガールルさんもこんばんは、ハッピーブヨさんもこんばんは、ゆきえさんもこんばんは、スノーマンさんもこんばんは、来てくださってありがとうございます。Wi-Fi チェック、ミコさん、OK、ちょっと待って。あ、Wi-Fi や。もう、ミコさんが私の Wi-Fi を気にしてくれてるの。あ、ケイコさんもこんばんは。ひろこねさんもこんばんは。アンジェリコさんもこんばんは。今日は紹介していただきありがとうございます。とんでもない。いつもありがとうございます。チャヨネコさんもこんばんは、こんばんは、こんばんは、になってきた。ヌヌさんもこんばんは、こんばんは、こんばんは、ポリポリってなってきた。なんか流行ってきたぞ。ゆずさん、こんばんは。けいこさん、こんばんみ。スマイルさんも、今日初めてポケットつくマスク作りました、やって嬉しい。そうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しや。ははゆきえさんも、こんばんは。あ、おきえさんも、こんばんは。あ、みつきさんも来てくれた。今日はね、ちょっとぶっちゃけさ、ミシンお休みしたの。今日はミシンもサイダーもちょっとお休みで、家族タイムを過ごしましたよ。なんかね、朝から家族でウノよ。朝から家族でウノをしました。 そうそう。 おバンドスーってみつさんが言うと、ユッキーさんもこんばんは。あ、じゃじゃんアカウント作ったの、ますみさん、すごい。みんなでじゃじゃんしよう。キコさんもこんばんは。ユミコさん来てくれたら嬉しい。私、昨日、ふわはねさんとこでユミコさん見かけた。おぎはんどめいどさん、こんばんは。つむぎさんもこんばんは。ゆきえさん、今日子供たち手縫いでマスク作りました。わあ、見たい。ちょ、ゆきえさんもじゃじゃんして。 じゃじゃんっていうのはね、このハッシュタグペルトポケット付きマスクのタグ付けしてね、投稿してくれいたもらえるとありがたいなって、こう作った嬉しいこととか、できたよをね、じゃじゃんって見せたくないですかって、今日朝さお話しさせていただいた、今日たくさんの投稿がされていて、皆さんの投稿を楽しませていただきましたよ。しーちゃさん、始まったよ。ニーコさんもこんばんは。そうそうそう。ハッピープヨさん、今日2枚作りまして、3つ目制作中やと、すごいし、頑張れ。ユゼさん、家族タイムいいですね。そう、家族タイムさせてもらいましたよ、ゴールデンウィーク。朝からうのよ。朝からうのして、そしたらね、なんかね、マインクラフトバージョンうの？ わからん。マインクラフトバージョンのうのよ。そしたらね、何やったっけ？トリッピーだったっけ？なあなあ。何やったっけ？あ、ごめん。クリーパーや、ごめん。なんかね、クリーパー出されたら1人3枚ずつ取らんとあかんルールやから、何それってなって、クリーパーって何？と思っての、わけわからんままやってたら、はい、3枚ずつです、みたいな。何そのルールって、なんかクリーパーっていうやつのカードを出されたらね、みんなが3枚ずつ取るルールやの。はーって、もうなんか大人げないけど真剣にやるよね。ほいで、子供たちがね、もう1ヶ月以上缶詰で家から出てなかったんで、これはさすがにおかしくなりかけてたので、ちょっとだけですけどね、家族みんなでね、ホームセンターに買い物に行きましたよ。 で、バーベキューコンロを買いまして、 バーベキューコンロと炭買って、お肉買って、夕ご飯にね、お家のね、裏に狭い庭があるんですけどね。 もう狭さで有名な庭があるんですけどね。 洗濯物干すだけぐらいの庭ですわ。そこでね、そう、家族みんなでバーベキューを夕方からして、 そうそう。で、その後夜は、今なんですけど、みんなでケーキ食べました。最高。 そうそう、何にもしてないの、今日ね、何にもしてないの。ミシンも裁断も何にもしてない。やべえよー。そう、発送も昨日の夜済まして、今日は本当に何もしない日。そう、ちょこちょこね、このお問い合わせの対応はどうしても、ああ、休めないかと思って、そう、メッセージをまた今日も数十件来たんで、その返事と、あとコメントの返事、やっとだよ。 そうそう。で、みんなのじゃじゃーんもちららーと見させていただいて、そう、今日はそんな感じでね、ちょっとミシンと裁断も休憩なんでね。 今日発売の販売のこちら、
そう、ありがたいに数名の方なんかお買い上げいただいてますわ。ありがたやなことに。でもこれしかできてない。これがまだできてないの実は。ははははは。これ 今から継ぐよーって。ははは。できてないものを出品しましたって言うてます。まあそんな時があってもいいのよ。そうそう、しーちゃさんもこんばんは。みさこさんもこんばんは。そうなん、ゆでさん、家族タイム頑張ったな。頑張ってた、楽しいんだ。うちはなんかね、うちは仲良しなんですわ、家族が。ありがたいことにというか、普通に仲良し、本当に仲良しなんで、ほんと、うのなかなか楽しかったですよ。きこさん、今日も声が聞けてよかったやって。なんだ、へこんでたんか。どうした、何でも話してみ、私が全部プラスに変えてあげる。卵が割れてもいいから慰めるよって、これは これは前の話。 そう、カズさんこんばんは。アトリエミカさん、ミケヤさん、今日も素敵なマスクですね。ありがとうございます。今日も素敵ですね、アトリエさんって言っとく。じゃじゃん、じゃじゃんしたのみこさん、すごい。ゆきさんこんばんは。アールくんさん、この前教えていただいた生地の取り方で50センチで6枚取れた。よっしゃ、かなりアグレッシブに。そうそうそう、それでいこう。私1メートルで12個って思って、これも1メートルのカットのクロスなの。1メートルのカットクロスを買って12個って今日販売してます。できてないけどね。 そうそう、それが一番賢いと思いますわ。ほら見て、朝からギンギン稽古がもうギンギンのまんまよ、これは。もうね、稽古さんはね、ギンギンスイッチ入ったらね、さ、もう48時間ぐらいギンギンよの。すごいよ。なんかもう2倍速で動いとるからな、ギンギン稽古が。美月さん、そうそう、家族団らんも大事だよね。由美子さん、家族のいいですね。そうそう。としさん、家族、両親めっちゃ喜んでましたって。ちょっともう、としさんの、ふ としさんのお父さんの母さん、お揃いのマスクつけてんだって、もう超ラブラブよ。ねえ、みどり子さん、家族タイムありがとう。よかったよかったって言ってくれた。そう、みどり子さん、いろいろ私のことを心配してくれてるの、大好きですよ。そうそう。はあ、ゆかりんさん、こんばんは。あ、ライブ楽しみにしてますって、嬉しい。私もゆかりんさんと会えるの楽しみにしてるのよって言っとく。キモいな。ルコーコーさん、こんばんは。ヤダモンさん、来た。ヤダモンさん、来た。もう、ちょっとデータ量オーバーして3日間目です。ちょっとここにもギガ貧乏がおったわ。私、ヤダモンさんにちょっと話したかったことがあったのよ。よかった。なんかもうギガ貧乏だっただけだったんよね。心配しとったの。Wi-Fi スライドでこれから心配なく見れますやって。よかった。私も Wi-Fi 気をつけるよ。つむぎさん、作ったマスクにもうすぐ3歳になる娘がゴムを通してくれましたやって。うわー、嬉しい。ちょっと難しいんだよね。途中で抜けちゃうの。そうそうそう。何？ホーメイさん、誰に話しかけてるってどういうこと？ もうホーメイさんの、こんばんは、こんばんは、こんばんは、今日なくないか？あったか？ みんながいろんな人が言い出したぞ。みつきさん、今日もいいお天気で、暑いくらいだったので、あ、家中の窓を全開にしてひたすらお昼寝しました。いい、わかるわかる、今日暑かったよね。シャイニングさん、こんばんは。この間見ながら寝てました。寝ろ寝ろ、寝たらええんやで。ヨッケーさん、こんばんは。ゴールデンウィークに何枚作れるか制作してます。今日3つできましたって、すごいし。あー、なんかそういうのいいな。ゴールデンウィークに何かっていう目標もいいですね。ヤゴンさん、こんばんは。来た、ヤゴンさん、出遅れた。そんなことないよ、マスミさん。マイクラの腕なんてあるんですね。それよ、うちの子はね、マイクラは大好きなんですわ。それはいいんですけどね、クリーパー出たら3枚取るルール、何それってなりませんか？もうすごい悔しいよ。すごく悔しいからね、クリーパーが当たったことね、持ったことがないので、出されて3枚取ってばっかりよ。はーって、もうクソ、本当に何回うのうったやよ。まあ、うの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 言い訳でゴールできないのよ。クリーパー腹立つわ。そう、美子さん、恵子さん、寝不足のままですが、恵子さんね、ギンギンな時にギンギンなのよ。そうよ、寝不足を吹っ飛ばすギンギンなのよって言っとく。あ、さやかさん来た。さやかさん、今日は久しぶりのお仕事。感覚取り戻すのに少々時間かかったけど、なんとか平和に一日過ごせましたよ。だってよかった。なあ、連休中もお仕事ご苦労様や。ディオティアンさん、こんばんは。ゴーマさん来てくれた、こんばんは。ゆきさんも来てくれた。ゆきさんは何？今日初めて何？自分の作ったポケット付きマスクがウェブ販売で売れました。やったー、おめでとう。それこそジャジャンしたいわ。すごいすごい。ちびあおさん、うちもバーベキューしましたよ。やっぱ思うことは一緒だね。トーブさん、楽しい時間ですね。最高って言ってくれた。ゆめこさん、おうちでバーベキュー数的って言ってくれた。そうそう、上で裏の狭い庭でやりました。
紬さん、何も必死ない日最高。わかる。美子さん、今日はお母さんデーだったんですね。そう、いつ、エブリデイ、エブリタイム、お母さんデー。そうそうそう。恵子さん、朝のライブからずっとアクセル全開だよね。恵子さんはそんな気がする。しーちゃさん、休憩もいるよって。そうだね。直美さんも笑ってくれた。こんばんは。マスミさん、何もしない日大事ですね。そうそう。トムさん、いい日でしたね。そうそう。美子さん、恵子さん、暴走中なんです。恵子さんはね、2倍速、3倍速の時はバーンと行くのよ。すごいよ、本当に。ささんやんこさん、こんばんは。コメントありがとうございます。ねおさん、こんばんは。主人と親の分作りましたよって。わー、すごいし。みつきさん、これしかできないじゃなくて、1枚制作できるだけでもとてもすごいことですよ。そう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 。そう思いたい。ちいこさん、こんばんは。ヤゴンさん、ピルトさんに会えるのが毎日楽しめて、ありがとう。ブーサイクでごめんね。ミ オさん、こんばんは。キティさん、こんばんは。ミキさん、お疲れ様。そう、キティングヤマさん、こんばんは。今日私のインスタポストにコメントくださりありがとうございました。とんでもない励みになります。ごめんなさいね、なかなか皆さんになかなかできなくて、本当に本当にすごいごめんなさいね。だけどなんか楽しい、やっぱり。ゆうちさん、こんばんは。スムースニット生地で作ってみました。うん、分厚くなりました。次は薄い。ああ、わかるわかる。でもスムースニットの肌触りは最高ですよね。ミキさん、かわいい花柄マスクで。そうそう、これはね、またそのうち販売もしますよ、同じ柄。ああ、ディガールルさんがライブ楽しみって言ってくださって、ディガールルさんが私来てくださることが楽しみ。いつもいつも。だってもう皆勤賞ばりに来てくださるんで、もうめっちゃ嬉しいですよ。シーホンさん、アグレッシブな撮り方、私も教えていただきたい。そう、生地がね、例えばこうあるとするでしょ。ね。これがね、横、幅ね。生地の幅っていうのは決まってるじゃん。こっちは自分で選べるけどさ。だこの幅がね、108とか110センチとか112センチとかの幅の生地だったら、ね、このね、蝶々がね、あれ、蝶々の塊どこ行った？あ、あった。このね、蝶々、この蝶々がね、この蝶々の型紙をね、4つ横に取れるんですわ。で、4つ大体取れるの。でもね、4つ横に取るためにはね、生地の縁にあるこう白い1センチぐらいのほら、プリントされてない部分とかあるじゃないですか。これなんかポツポツポツって穴が開いてたりとか、プリントがされてない、柄がついていない部分、あそこにね、ここのね、この角がね、こっちとかのこっちの角がね、5ミリとかで、ね、ぐっと寄ってもね、縫い代が1センチで中に入るので、もうギリギリで取ったりするの。アグレッシブにこうプリントされてない部分にちょっと乗ってでも横に4つ並べて取るんですわ。でね、それをね、上にこう重箱みたいに重ねていくの。そしたらね、ここにね、この辺にね、上にこうほんと同じ向きで重ねていくと、ここにね、ここの下がね、こうちょっと食い込むんですわ、こう。こうなるの、こう。わかる？こう。お皿を重ねるみたいに。こう、って取っていくと。そしたら、1メートルでちょうど6段取れるようになるんですよ。きれいに重ねていくと。横もきれいに4つずつ取ると。そしたらね、4つで2個分でしょ？それが6段なんで12個。1メートルでジャスト12個取れるんですわ。そしたら生地の向きもこっちばっかりでちゃんと取れるし、でもこれがこうしたりこうしたりしないの。こればっかりで取る。50センチで6個？そうそうそう。この取り方が一番ね、歯切れが少なくて、たくさん取れる。で、ポケット生地は、その柄生地とはまた別で取る。この取り方が一番アグレッシブな取り方なんで参考にしてくださいね。そう、カズミンさんもこんばんはって言ってる。これ私またコメント追いつかないパターンか？ サナさん、こんばんは。まだまだ布マスクの販売って需要ありますかね？フェルトさんのマックスたくさん作れなくなってきました。どうなんだろうね。私は今度これを楽しみながらファッションみたいになっちゃっていく気もする。ただ、紙マスクがだんだん手に入るようになってきたね。今日私ホームセンターに何？バーベキューのコンロ買いに行ったら、普通に2500円ぐらい、2400円ぐらいかな。で、販売されてた50枚入りが。だから、だいぶ、買えるようにはなってきてると思う。ただ、1箱2500円で、みんな感覚おかしくなってるよね。あれは700円ぐらいで買えてたよね。うん、だから、手に入るようになってきたので、みんながそれをどう使うか、どのように買うか、になってきたよね。そうそうそう。ただ、まだまだ、どうだろうね、布マスク。私もいつまでこれがあれなのかなと思うけど。ね、ただね、紙マスクが苦手で荒れてきた。毎日つけすぎると荒れてくるらしいですわ。それでね、布にフィルターインの方が好きですっていう方もいらっしゃいますよ。
作ってみたらいいよ。ヤゴンさん、ペルトさんマスクは明日には届くかな？青の花柄。え？買ってくださったんですか？わあ、ありがとうございます。届くかな？ はあ、なく、あ、じゃあ、ゴールデンウィーク中だからちょっと郵便局がわからないね。みつきさん、そうそう、ペルトさんで買わせていただいた95マスクなんですけど、黄色い花柄マスクと白地の花柄マスクの表地素材はそれぞれ違いますか？ペルトさんで買わせて95マスクなんですか？黄色い花柄。黄色い花柄。ああ、白地の花柄マスク。あ、表地一緒ですよ。全部一緒です。ダブルガーゼですよ。ミッキーさん、ペルトさんマスク作ってみたいってありがとう。 ニコニコさん、こんばんは。マスク作ってましたって。みゆきさん、ゴールデンウィークも仕事。みゆきさん、スーパーのお仕事だったよね。ああ、忙しいな。私もお世話になってます。買い物させてもらってると思うわ。あちこちのスーパーの店員さん大変だなって思ってますよ。ドリコさん、今日はベランダピクニックしましたって。素敵。暑すぎて食べ終わったらすぐ帰る。そう、わかる。暑かったよね。私ちょっとすっぴんでいたんです。すごい日焼けしましたわ。 そう、ミキさん、そう、あとお隣さんに、バーベキューするのいいわねって話しかけられて、そうなんですって言って、塀越しに。 そしたらね、あんた玉ねぎ、新玉ねぎ持っとるかって言われて、え、何それって言ったら、新玉ねぎがなんか送ってもらって、今日届いたばっかりやからって言って、 バーベキューの準備してたら新玉ねぎをお裾分けしてくれて、お隣のおばちゃんが、っていいんですかって言いながら、もう早速切って、早速焼いて、早速食べました。甘いね、新玉ねぎ甘かった。美味しかった。うまかったわ。玉ねぎ焼いたらうまいよね。そう、ミキさんもありがとう。ホメさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。今夜2回目、ごめん言ってくれた。もういろんな人がこんばんは、こんばんは、こんばんは言って、ごめん、ホメさん。もうあなたが元祖なんだよね。私、しっかり気づくわ。ごめんなさい。まずみさん、うちの子もマイクラ好きだから、ウノ欲しい。わかる？あのね、クリーパーが入ってるやつ。頼んで、ますみさん。 クリーパー出されたら腹立つわ。全員が3枚ずつ取るの。くそ。ヤゴンさん、ジャミジャミしてます。だって ジャミジャミしとるんか。ごめん。ミキさん、頑張ってね。ミコさん、今日はジャミってない？どんなんや。ヤダモンさん、私もペルトさんに話したいこといっぱい。ペルトさんのマスク届きましたよって。嬉しい。可愛くて気に入ってます。金次郎も来ました。実は香港ティッシュも買いました。スーハーしました。あなた、どんな。 やだもんさん、どえらいな。もういろ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 ゲットだな。 あ、素敵や。もうでもお仕事いつもご苦労様。 美佐子さん、今日も親戚に3枚とお友達の1歳のお子ちゃまに2枚送りましたよって。わあ、素敵や。ペルトさんのマスクは分かりやすくて作りやすくてハマってますって言ってくれた。美佐子さん大好き。1歳のお子ちゃまやって可愛いマスクができたんやろな。ああ、ヤゴンさん、うちも明日バーベキュー予定です。すごいし。しーちゃさん、今日暑かったね。そう、マスクも暑いよね。でも外しちゃダメだよね。そう、夏マスク考えないといかんかな。そうな。でもあんまり引きざましてほしくないの。コマさん、今日は3人のお友達にマスクを送りました。だって。素敵。みんな送ってる。ルーさん、こんばんぴー。ゆいとさん、宿題終わらないです。一生。うちだって先週の宿題今やってるかんねって。4月の宿題がまだ終わってないかねって、余裕で。音読何回、1週間分の音読をまとめて聞きましたよ、三男の。あらーって同じとこ何回も読んでるなと思ったら、1週間分をやっていた。すごく複雑。親が放置してるのよ。 今日も可愛い花柄ですねって言ってくれたルースありがとう。あ、みっぺちゃん来た。こんばんは。あなたの息子は有名人。ごまさん、今日私もコメント嬉しかったですって。私はコメント巡り行くわ。来た。のぞみさん来た。出遅れたーってなってるわ。また元気よ。今日も元気よ。けけけさんもコメントありがとうございます。えみさんもこんばんは。ゆいとさんもこんばんは。ゆうふふ、耳のところ何これ、なんかボサボサハゲてる布耳。あ、そう、布耳。ピロンさんこんばんは。サーチさんこんばんは。ティカルさん、やるやる、こんばんは。出遅れた。トムトムさん、いらっしゃいませ。今日お仕事お疲れ様。昼間もありがとう。 ルーさん、4つも取れるんですね。のぞみさんもやりますやりますって言って。ああ、なるほどな。ちょっとずれてもったいない感じになるから、最後の列は子供用の布になる。なるほど。でも耳を使うよ。私、耳を普段から使います。縫い代が1センチだったら、5ミリぐらいはもう後ろに食っても、とか、そのように合わせて縫ったりしますわ。
もう生地はね、とにかく私はすごく大量に作ってるのもそのせいなんですけど、布の端切れを極力減らす、なるべく布の端切れを減らす取り方をすると、自分で全部ね、私の商品はね、すべては自分が自分が型紙を抜いてるの、自分が型紙を作ってるの。なので、そんな時に布の幅を考えたりする時もありますわ。例えばこれぐらいの大きさでもこれぐらいの大きさでもどっちでもいいなーっていうのがあったら、綺麗に布の幅でピシャッと取れる大きさにわざと変えたりしますよ。それで綺麗に取っていける型紙を作って、その型紙で作っていくことによってピシャッと取れる。ピシャッと取れるってどういうことかっていうと、端切れが少ない。端切れが少ないっていうことはコストが少なくて済む。そうでしょ。なんで私はこう1枚の布を買っても可愛い生地をね、このポーチも作って、このバッグも作る、そしてこれもあれ作って、あれも作るっていう使い方はせずに、ポーチーってバッサーっと切りますわ。で、その後カバンでバッサーっと切りますわ。ここでこうピシャッと終わる切り方、最後がこう終わる切り方、なるべくね。そう、それでいくと生地のロスが少ない。そしたら生地の1個あたりのにかかる材料費が抑えられる。それでペルトはお値段で販売なんです。 そう、前髪変やな、やっぱハゲてきてるわ。トシさんどうにかして。またこれでコメントが、お疲れ、アグレッシブ参考になります。一旦買ったので1メートルずつ切ってから使ってみます。いや、一旦買ったらもう巻きのまま書いて、それを置いとくの方がいいですよ。1メートルずつ切らない方がいいですわ。私はそういう風にしてますよ。私ね、原単とかで買ってるんですわ。やらかしてる。そう、私はもう巻きのままでほどいてますよ。巻きのままほどいて、いるだけ書いて、その書いたとこまで切ったら、続きはそのまま巻きをまた戻す。巻きでやると、使う分だけ切って使うのと、扱いやすいけどね、扱いやすいけど、巻きは巻きのままで使っていくのが一番賢いですよ。2500円はまだ高いよね。そう、カイマスクは荒れてますね。そうかそうか、肌荒れするんだね。そう、私もまだアベマスク届いてないよ、ゆいとさん。そう、アンジェリコさん、布マスクは肌荒れしちゃうんだね。カイマスクは肌荒れか。なるほどな。私はね、耳が痛い。これは関係ないか。郵便配達5が3から6はないんだ。私、発送してもみんなに届くの遅いかも、ごめん。やーごんさん、次男が夜泣き、お疲れ。私も泣いとこが、ついでにうっとしいて。ははは、よしよししてあげて。シフォンさん、布の取り方ありがとうございます。私も残りのところは子供用とかにしてました。おうおう、アグレッシブに行ってみ、4つ取れるよ。ティガールさん、赤くなると言われてて、フェルトマスクプレゼントしました。なるほどな、ありがとう。おっ、マスミさん、りょうた、今マスク制作再開しましたって、おっしゃ、すごいやん、頑張れ。エミさん、ペルトさんのお人柄がないですけど、恐れ多い、こんなもうガサツでね、もう本当に言葉遣いも悪いんですわ、ごめんなさいね。ミコさんは、ジャミジャミしたのでスマホ振りました、ごめん、みんな、私が悪いんかな。BG チャームさん来てくれた、嬉しい。ふふ。ヤゴンさん、ゴールデンウィークは郵便配達ないんですね。ありがとうございます。ごめんな、私と、発送はするけど、届くのは連休明けになるかも。でも発送はいたしますね。香港ティッシュ、今日届いた。ミーベちゃん、クンクンした？ケイコさん、今日はスマホ振ってないよ。あなたのスマホも今日ギンギンなんじゃないか、ケイコさん。のぞみさんが爆笑やわ。ゆうせさん、布タンスにしまってた薄い布を洗いました。おお、いけいけ、作れって言っとく、ゆうせさん。ヤゴンさん、宿題登校日に行ったら増えて帰ってきました。うちも連休明けにまたもらいに行くの、全然終わってないのにね。ははは。マスク、サチさん、マスク娘が気に入ってクラスのお友達に分けたいというので、ゴールデンウィークはマスク作りウィークやって、すごい、やんやん、素敵やん。ミコさん、りょうたくんのマスク見てきましたよ。顔もイケメンくん。おお、そうなんや、すげえイケメン。 ちゃーん、ヒーグさん、こんばんは。ユミさんもありがとうございます。ティンクさん、今日は洋服の断捨離しました。旦那のいらないワイシャツが出てきたのですが、マスクの表に使います。ワイシャツ着てらっしゃる方もいますんで、よかったら作ってみてください。ゆきえさん、ママ友さんから頼まれて旦那さんより3枚作りましたよって、素敵や。
ゆみさん、こんばんは。ライブ始まったので、お布団でまったり、いいね。近所の最近の楽しみです。嬉しい。今日ファミマの鶏皮買っちゃいました。美味しかった？いや、くそ、私も食べたいわ、ゆみさん。いや、美味しいよね。美味しいの、なんかね、大きいの1本が、多いの量が、量が、質より量が、いや、質美味しいけど、多いの。私ね、あんまちっちゃい、上品な、このちっちゃいね、焼き鳥はね、プッて終わってしまうんでね、ブリーと、でかいのが好きなんですわ、ブリーっとしたやつが。ね、ゆみさん。たまたまさん、あれは私ね、夜中の仕事上がりの夜中の12時ぐらいにね、2本食ってんだわ。ああ、もう太るよね。うーん、でもうまいんです。今日仕事でした、たまたまさん。うん。娘家族は昼寝バーベキューって、わあ、私もバーベキューしたの、夕方。めぐさん、こんばんは。めぐさん、小さいハゲでも捨てられないです。わかる。わかるよ。ヤゴンさん、ペルトさんって購入したマスクに型紙入ったりしてますか？うん、全員に入れさせていただいてますよ。そうそう。みっぺちゃん、流星の作ったマスクのポストにたくさんのコメントありがとうございました。やって、うん、ペルトさんからのつながったご縁が嬉しすぎて、流星は鼻が伸びまくってウキウキした。あんた有名人だわ。ゆみこさん、布の切り方も男前。ごめんな。そうかもしれない。くまさん、私もおでこ広いです。あ、ちょっと待って、何センチや？何センチや？私6センチだったのが1ヶ月でね、コロナのせいでね、ハゲてね、6.5になったの。今は怖くて測れないのよ。みんなハゲるよ、気をつけて。ごまさんのおでこが6.5センチだったら親友になれそう。って言っとく。 アンジェリコさん、他の方でも見ましたが、マスクのハゲでは買ったものの、除菌布として使ったりするそうですって。はあ、なるほどな。最後まで使うんだね。みこさん、原単買いなんですね。原単が買えたときはね、うん、ちょっと、うち、原単が買えないときは一旦買いですわ。そう、あまりメーター買いのところに私突っ込んでしまうと、そのメーターで買ってる方に負担をかけるというか、うん、激戦のところに突っ込んでいってしまうのかと思うので、うん、一旦単位で売ってるところになるべく、うん、そういうふうになんかこう、してますわ。やっぱ一旦買いとかで、原単とかで売ってるところは、うん、まあ、買われる方も多いと思いますが、まあ、1メートルとかね、好きなメーターで売ってるお店に比べると、売れ行きというか、やっぱすごい金額になるんでね、一旦とか原単買うと。私やらかしてるの。そうそうそう、売れ行きがそこまで、激戦は激戦だとは思いますけど、まあそんなにダーってなるくなる雰囲気も緩やかかな。なんでね、そうそう、そうなのよ。はあ、結構うちはやらかしてるのよ。ああ、のぞみさん、言葉遣い悪いのは私様です。だって。 そんなことないよ。そうそう、アンジェリコさん、巻き巻きで使えます。うん、それが一番エコだと思いますわ。1メートルにこだわらなくていいからね。書きたいだけ書いて切るが一番いいと思いますよ。トムトムさん、香港ティッシュ来た。早速クンカクンカクンカした。ほら見た、ほら、トムトムさんがクンクンしとるわ。ああ、やばい、私もしたくなった。ミコさん、昨夜のインスタライブの後、息子と話してたらペルトさんの口調になってました。何を喋ったんや。 ああ、マスミさん、それ多分流星くんです。ああ、なるほどな。そうやな、流星イケメンやったな。そうそう、流星はイケメン、あいつはイケメンだわ。イケメンやし、ええ男やで。そうそうそう、ヤゴンさん、長男の小学校はゴールデンウィーク明けに学校再開です。ああ、そうなんや。それまでに頑張ってマスク作ります。本当やな、フィルターインのマスクを届けたいよね。コマさん、マスクを買った友達にアベノマスクより早く届いてしまいました。どんな、私も届かないの。みんな届いたんかな。ホーミーさん、ケンジローも気になるけど、香港ティッシュも気になる。ポリポリしながらクンククンカしたい。もう変態やな、私と一緒やないか。ケイコさん、離れて暮らしている息子のところに注文してないのにマスクボムが届いたらしい。何それ。えー、それちょうだいって言ったんだけど、お金払ってないから罪悪感でいっぱいになってきた。やっぱり返すべきな。何が起きたんやろ。なんかもう混乱してるかもしれないですね。うん、みどりこさん、離れて暮らす家族にマスク、今日10枚届きましたって。あー、すげえ。スズランさん、ペルトさんの喋り方、リズムが心地よくて、マスク作りのお供にさせてもらってます。あ、作ってるんや。みんな頑張ってるから頑張ろうってなります。だって、私はそのコメントの一つで頑張ろうってなりますよ。ミティさん、鶏皮かばずに鶏オンリーでバーベキューしました。いいね。そして爆睡してました。一緒や、私も爆睡したの。 一緒や。ミティさんと今日は過ごし方が一緒やわ。 私もね、鶏1箱買ってね、1箱串刺しのやつ1箱男前に買ってね、バーベキュー鶏焼きましたわ。鶏皮なしでね。鶏皮でもやっぱファミマだなって思いますよ。ヤゴンさん、何時までライブですか？10時半。10時半までです。
マスク4個とマスクケース6個作りましたやって、 V0K6E さん、すごいし、たくさん作った。パレットベアさんだ。先ほどはコメントありがとうございました。ミミちゃんはお腹、おまたバッカーンで爆睡感。ああ、ミミちゃん寝てもだー。でもミミちゃんが元気になってよかった。ほんと大事な友達やで、私からの。そう、10時半やな、恵子さんな。あ、ジェントさん来てくれた、こんばんは。鯉のぼりしなきゃねー。え？ごまさん、おでこ測ってきました。真ん中が6センチ、反り込み部分7センチ。ちょっと待って、測るか？え、測る？ ちょっと待って、反り込みってどんな？あんた、反り込み？ちょっと待って、おでこテッカテカないけど、私、どんな？この辺か？ぐらいでしょ？あ、でも6.5や。6.5じゃない？な、反り込み？反り込みって何？ここら辺？え、どういうこと？ここら辺？どこから測るの？あ、でも反り、あ、反り込み7センチ。ごめん、笑ったらダメやな。やべえ、親友になれそうや、ごまさん。1メートルが限界です。あきちゃんも、いいと思う、いいと思う。私はちょっとおかしいのよし、あ、違うんだよ。私の場合はね、これがコロナが終わって、もしこれがお、あの、解決した後でも、このお店で仕事でこれをしていくので、私はね、いくらね、布が余ってもね、この終わった後に、いくらでもその布のはけ口はあるの。てか、自分で使うので。だから皆さんは違うでしょ？だから私はね、一応これでも、あ、一応ね、マスク屋さんではなくてね、マスク屋さんも、なのかな？私は布の雑貨屋さんをもともとしてるので、布が余っても、その後ね、まだ販売する機会がずっと続いていくと思っておく、店が潰れなければ。なんで、こうちょっとね、薪とか原炭で買っても、まあ、さばけっかって思ったりもしてるとこはあるんですわ。だから皆さんはね、あんまそう、私とこう比べてとか言うのは、あんまりしないでくださいね。OK。ミーハンドメイドさん、寝かしつけ完了したので裁断しますよって、この時間は本当こう、そういう時間だよね。ネロ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 だよね。あ、ありがとう、お疲れさん、ミーさん。楽しいねって言ってくれた V0K さん、嬉しい。ヤゴンさん、10時半ですね。ありがとうございますって言ってる。あ、アベノマスク、ミコさん、隣町の人は届いてるんだ。私も届くかな。ねえ、コースショーン。みどりこさん、私はミシン、コーン巻きで3本頼みましたよ。すごいし。あ、10万の申請したよ、今日。あ、なんか申請とかあったかいな。みつきさん、アベノマスクはいろいろと怖くて使えないですね。直接肌に触れるものだし。そうなの？パレットベイワーさん、明日予約待ちしてたガーゼ布がやっと届きますよって、すごいすごい、楽しみやな。ヤゴンさん、私も次男と2時間お昼寝しました。 みんな寝とるわ、私も寝たわ。エブルボーさん来た。今日は無事委託先にポケットつきますが、53個納品しましたって。あんた頑張ったな。いやー、手が早いからな、やっぱり。エルボさん作るペース早いよ。でも53個はよう頑張った。もうカゴいっぱいいっぱいだね。53は多いわ。2箱ぐらいいくね、カゴ。2カゴっていうかね。すごいすごい。ふふ、ありがとう。ボマさん、笑ってるわ。トシさん、7じゃない。じゃあ、7じゃないよ。6.5だわ。ちゃんと見てー。目こすって、ちゃんと見てー。もうトシさんは、本当に。でも7になった時は多分死ぬほど笑うんだろうな。そう、みっぺちゃん笑える。何それ。もうクソ、みんなおでこが広くない人たちのこれは高みの見物やな。恵子さん、私の1ヶ月前ぐらいに注文してたたくさんの生地はいつ届くんだろう。それどっから来るの。ああ、もうゴマさんが親友になりました、今日から。 おでこ友達。さやかさん笑っとるし。ティガールさん、今日は平日、昼過ぎまで平面マスクのアイロンがけ。平面マスク作るときどうされてますか？私、平面マスク作ってないんですよ。ごめんなさいね。イバーさん、こんにちは。コマさんが死ぬほど笑っとる。どっからのサイズ？私もこの辺、ここら辺からがおでこって思ってるの。ほら見て。このほら、眉毛の、ここら辺からがおでこやと思ってるのよ。この辺からね。ああ、反り込み。みんな爆笑や。みんな私のおでこのテカテカで爆笑だ。
反り込みって、でも私どっから上がってんだ。密閉じゃん、 M 字だな。あなた M 字の一番最大広いとこ測んなさいよって言っておく。みんな爆笑。パレットベアさん、マスクの裁断はハサミですか？布用カッターで取り扱うのは難しい。私はね、ハサミで切ってます。でもカッターも便利だと思う、慣れると。私は苦手でね、一個一個ハサミで切ってますわ。すごい大変。ミク、カージさん、こんばんは。ヤゴンさん、うちのとこは10万の申請5月末かららしいです。なるほど。ユミさん、今日手手芸屋さんにミシンと見に行ったら白がほぼなくて、家族一つ、あ、一家族一個だったんや。でもあるだけいいよ、ないとこはないよ、もう黒しかないわ。じゃ、トシさん、わかめ食べてとか言って、わかめ食べる。エルボーさん、ロータリーカッターだって。ゴマさん、はい、親友。 あなたの反り込み7センチは私を救った。 ケケミワさん、私もでご広い。ケケミワさんも測ってみーって言っておく。よっしゃ、落ち着いた。今日は早いぞ。うん、40分。よっしゃ、ここから私の話もちょっとさせていただこう。今日はね、イギリスのお友達にね、マスクが届きましたわ。お友達なの。そう、海苔もいいの。海苔も食べるわ。何でも食べるわ。おでこのためならね。そうで、当時、無事に届いて。うん、なんかね、気に入ってくれたみたいで。そう、ありがたやですよ。イギリス人の人のお顔にもフィットっていうのはちょっと嬉しかったですわ。どうですか？そう。あのね、マスクはね、もともと多分する習慣がないでしょ？イギリス。そう、なんでね、もうね、私、口うるさいなっていうぐらいね、マスクのね、作り方を、使い方をね、言いましたわ、もうね。このノーズワイヤーもね、ダブルに折ってから使うと、フィットするよとかね、そう、こんな感じ？そう。ね、彼ね、そう、イケメンだったよね。見た、みんながイケメンって言ってる、イケメン。反り込み6センチ？あんた勝ち組じゃんか。本当に。みっぺちゃん、あんた勝ち組じゃんか。私6.5やのよって言っとく。あ、エルボーさんがポケット付きマスクデビューしたやって、旦那もつけてくれ満足してるんやって。ああ、嬉しい、エルボーさん。あ、行ってらっしゃい、水川、お風呂行ってこい。イケメン見ました、イケメン。イギリスの緑の髪のイケメン、そう。ハサミしすぎてここ怪我したの。そう、気をつけて。そう、イケメンだよね。そうなの。ほら見て。イエーイみたいな。イギリス早い段階、まあまあ早い段階でロックダウンになりましたわ。ロックダウンになってね、暇だわーって言って、 暇だ、3月ぐらいかな、暇だわ、暇だから髪の毛の色染めたって言って、あ、そうだ。 って言ったら、ちょっと見てって言って、メッセージが来て、見せてもらったらオレンジ色になってたの。で、オレンジ、ってなって、オレンジちょっと微妙だぜってなって、でもほら、白人だからさ、白人だからこう髪の毛の色を、なんか何色にしても結局合うとか似合う。そら、こんなイケメンだったら髪の毛オレンジになってもね、似合うのでしょうけれどね、オレンジちょっとないなって正直思ったんでね、うーんっていう反応をしたの。 そしたらね、そっからいつぐらいかな、1週間かちょっとしたら、俺また髪の色染めたんだみたいなのが来て、実は3月の末ぐらいかな。で、今度は何色になったんやったら、紫。でも紫はね、かっこよかったわ。で、紫ええわと思って、オレンジがかっこ悪すぎたんで、かっこ悪いって言ってもた。あかんすぎたんで、なんかドラゴンボールみたいだったし、そう、だからね、紫を褒めたの。あ、紫めっちゃいいやんって言って、紫めっちゃいいよ、紫、あ、似合ってるわ、めっちゃ似合ってたからね。で、似合ってるよって言ったらさ、お、ありがとうみたいな感じで。で、その話の流れでこうさ、今月、先月か、先月の半ばぐらいかな、私がこういう仕事をしていて、こういうふうに活動してるっていう話をたまたましたら、そう、画面にやると黄色くなるね、これに多分合わせようとするんだね。そう、マスクの話をしたら、いるって言ったら、いるいるみたいな話になって、お送りすることになったんですけど、イギリス人でね、何が好きなんかよく分からん。なんでね、無地の方がいいかと思って、男の人だし、何色がいいって聞いたら、何色がいいって言ったらね、紫って言ったから、あ、髪の毛が紫だから紫が好きなんだねと思って、で、分かったよって言って、紫は作ろうかって思ってたんですけど、1個だけ送るのもなと思って、何個か作ってみようと思って、そう、何個か作って。中で そういえば俺髪の毛の色また変わったんだってばよって言うから、と思って見たら、お、まだ緑になってたの。 おお、今度緑かよと思って、だからね、マスクもね、紫って言われたけど、紫も作ったけど、緑も作ったの。 そ
髪に合わせるんか知らんけどと思って、そしたらね、初めてつけたマスクは緑を選んでたわ。笑った。小顔だね。見て、イギリス人男性、同じサイズですよ、これと。ね、ほら、超小顔。鼻がすごく高いの。鼻がすごく高いんですけど、フィットしてるって言ってくれましたよ。そう、いろんなね、国でも使っていただいていて、フィットしますって言っていただいたんで、よかったよ。そうそう。ね、みんなも髪の色をマスクに合わせてみ。マスクと髪のセットアップ素敵、みんぺちゃん。みんぺちゃんもやっちまえとか言っとくわ。顔ちっちゃいな、大人は100%。ケイケイミワさん、弟にマスク作りましたって優しい。おお、キラキラマスクまた作って、ちゆさん。綺麗やったわ。みんな緑のイケメン、緑のイケメン。みんな緑のイケメン祭り。ああ、ゆずさん、上手やマスクはついて言ってたけど、夫は仕方ない。体守らないとって言ってます。そうそう。紫はドイツ人が好きな色で、そうなんや。へえ、ちゃん、ヒグさん、こんにちは。何、さやかさん、母からとどめの一言くらった。何？これからあんまりライブ参加できないかもしれない。ギガで喧嘩したんか？え？なんや、さやかさん、また聞かせてくれ。ミコさん、ドイツ人？緑子さん。紫の髪、日本人やったら大阪のおばちゃんが選ぶ。そうそうそう、だけど似合うのよ、やっぱり。イギリス人もハゲるわ。日本人もハゲとるよ。さやかさんが心配。ちゆさん、明日、技量士にさっきのキラキラマスク渡しますやって。わ、あんたええ嫁やわ。素敵やで、ええ嫁や、本当に。みんながイケメン、イケメン。マスク緑は ペルトさんのセンスですが、いや、送る前にもいきなり緑色の髪にされて、あんたすごいなと思いましたわ。次は何色になるんやろ。暇を持て余してるのよ、ロックダウンだわって言って。そう、でもちょっとね、規制緩和されるかもって言ってた。なんか峠はこうしたって首相が言い出して、でもそこもね、峠はこうしてるけど、規制緩和してまた波がガーンと来たらみたいなので、まだちょっといろんな感じらしいよ。お、KK ミワさん、ハロウィでマスク作りましたやって、素敵や。いいと思います、すごく。ギガ使うからやめてって言われたんや、さやかさん。うわー、つらい。あんた Wi-Fi 使えんのかーって聞いておく。みんながさやかさんのこと心配してる、私も嫌だ。ヤゴンさん、長男の寝言がうるさい。私もうるさいかもしれん、ごめん。ゆかこさん、はじめまして。コメントありがとうございます。私の20代の時、髪の毛赤紫でしたって、あんたもやらかしとったね、本当に。さあ、クーデルガーさん、こはじめまして、こんばんは。コメントありがとうございます。そう、ほんでね、イギリス人の方にも使っていただきましたよ。そう、こういうのもね、励みになりませんか？私はなるな。これ何カ国目かな？ 12、3カ国目になりますわ。ありがたいことに、このマスクは海を越えて、海外のいろんな国で作って、使っていただいている。で、販売されてたりもしますわ。商品としてこれが採用されて。そう、なんでね、これもなんか私の中では自信の一つですよ。だっていろんな顔の形、いろんな文化の人、いろんな国のいろんな考えの人たちにも受け入れていただいている、このマスク。そう、これは私にとってちょっと自信の一つになりましたよ。はあ、恵子さん、いろいろやっとったやな。立花さん、私も昔ヘアマニキュアしたら緑になった。おほほほほ。じゃあ、緑のマスクが似合うわ。そう、海外でもね、そうなんです。サークベールガさん、そう、海外でも作ってくれたら励みになりますね。あと15分しかないよって言ってくれてるヤゴンさん、ありがとう。そうなの。それとね、お知らせしたいのが、お知らせしてか話したいこと。今日はね、郵便局の配達員さん、いつも女性のね、すごい感じのいいね、お日様みたいなね、すごい気持ちのいいね、郵便局の配達員さんがいるの。で、私普段からね、布をすごく買うので、すごい布の配達が多いですわ。そしたら、佐川急便も、ヤマト運輸さんも、あと郵便局のゆうパックさんの担当員さんも、ありがたいなことに覚えてくれてるの、すごく。もう布やな、布やなって。そう、すごい量頼んだりするので、こう巻きとかをこう担いで、すごい量が届いたりするんでね。そしたら、なんか最近布の運搬が、ペルトさんのとこじゃないとこでも、この多いですよみたいな、マスク作ってるんですかねとかいう話とかもしてくださったりしてて、ああ、なるほど、そうなんだみたいな話も、立ち話でもゆっくりは話さないけどね、ご苦労さんって声かけ合うぐらいの、そうそう、
方がいらっしゃったんですが、今日も配達されてて、今日もね、配達をしてくださってたんですけど、もうね、ただの布のマスクをつけてたの。今まで紙のマスクをされてたんですけど、今日は布のマスクをされてて、あっと思ったから、あっと思って、ってちょっと待ってって言って、どうしたのって言ったら、布のマスク良くないよって言って、ちょっと待ってちょっと待っててって言って、私作ってあったその 布マスク、もうここからなんかいくつでもいいからちょっと取ってって、ポケットマスクにして、中にフィルター入れて使ってって、いろんなお家回っとるやろって。だからもう嫌だ、その布だけのマスクはちょっとあかんてって言って、プレゼントしましたよ。そしたら、いいのって言ってくれたけど、いいって言っても、あなたたちは、そうでしょ、配達員さんは今すごく忙しいよ。もうなんかみんなアマゾンで買い物してるとか、そう、みんないろいろ送ったりとかもすごい多いとか、そう、もうすごくバタバタしてる中で、ね、いつもお世話になってるんで、マスクのプレゼントをさせていただきましたよ。そう。本命さん、すごい国際的素敵なピルトさんだからですね。ご縁があるの、ありがたやなことに。そう、みんながサイコさんを心配してる。ゆかこさん、表側をリネンで作りました。分厚くなってしまい、突っ張ってます。顎が上手に縫うのポイントあれば教えてください。リネンはね、扱いがちょっと難しい部分もあります。あと、洗ったらすごく縮むんでね。表をリネンにして、裏側をダブルガーゼにするとリネンの方が縮みますわ。そしたら、一回洗った後に表と裏の縮む率が違うんで変になったりしますよ。なんでね、素材もね、あんまりリネン100%は、私はどうなんかなと思います。顎の部分がおかしくなるのは、もう最初の縫い始めがもうおかしいの。ここから縫い始めて、こう一周するとして、ね、ここから縫い始めて一周するでしょ、こっちか、縫い始めて一周するでしょ、もうここの時点でずれてるのよ。ずれてるずれてるずれてる。でもここぐーんってずれたまま進んでいってしまって、ああ、もう全然ずれてるずれてるずれてる。で、ここがぐや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 、もうずれてる最後のしわ寄せってやつ。そう、なんでね、ちゃんとポケット地がもともと合っていない。あと、表地と裏地の素材が違いすぎると、こういうことが起きやすいですよ。ああ、分かったよ。さやかさん、またおいで、いつでもね。みんなで待ってるからね。さやかさん、無理しないでねって。豆腐さん、素敵エピソード。配達員さん、ありがたいです。ほんとね。私の主人も配達員なんや、そうなんや。そう、あれ、違うのよ。配達員さんによくしてもらってるの、いつも。ほんとに、うちはほんとに布がすごい届くので。いつもお世話になってるの。だからね。あ、来た、ムムノンさん。今日もありがとうございます。アクアンさん。今日初めてベルトさんマスク作りましたやって。あとはゴム通すだけですよって。すごいし、お疲れ様。本当は配達員さん忙しいの。ほんでね、多めに見てあげてほしいの。この間、ヌーヌーさんが金次郎ね、家にいるのにね、ピンポンが壊れてたのかね、不在票が入ってたって言ってて、私これ実はね、はっと思ったことがあって、違うのよ。忙しくてバーって回ってるから、ピンポンもね、押してるんだけど、押しそびれたりする時があるの、配達員さんは。ピョンみたいな感じ、わかる？押してるんだけど、もう忙しすぎて、ちゃんと最後まで押してるつもりが押しそびれてたりとかして、押してるんだけど、こっちは鳴らない？で、向こうは押してるつもりやけど返事がない。それで不在票っていうのパターンもあるので、もそれはね、怒らずにね、多めに見てあげてほしい。これはね、ありがちですわ。でもすごい忙しい時こそこうなりますよ。そう、だからね、押しそびれの不在票っていうのもあるんで、多めに見てあげてくださいね。あとね、このね、フォロワーさんというか、このサイマスクを賛同してくださってる方が一件、皆さんに伝えてくださいということを承っているんですが、あ、カラさん、ね、洗濯機に入れてます。マスクは、ネットに入れて洗濯機で回します。ヌヌさん、そう、お疲れ。そう。そろそろ時間だね、ヤゴさん、ありがとう。インスタとかのね、こう、チラシのとこにね、ミシンのね、販売のね、なんかチラシが出てきたんだって。そう。ほんでね。置き配で大丈夫です。そうなんで、置き配で大丈夫ですって書いててもね、ダメなとこもあるから。ごめんな、さやかさん。またいつでも来てね。でも、来れなくなってもね、さやかさんの、立ち位置はみんな大好きだからね、変わらないのよ。おお、春のママさんはマスク頑張ったよな。よしよし、作れ作れって言っとく。そう、マスクのチラシ、
マスクのチラシとかが、なんか広告とかが出たのかな。マスクじゃないわ、ミシン。そう、なんかインスタのチラシで出てきたって言ってたわ。ミシンを欲しいと思ったんだって、手縫いしたしでマスクを作っていたから。そしたらそれをね、タップしてね、そのね、いいなと思ったミシンがあったみたい。それをね、進んでいくとね、クレジットカードの記入もしてないのにお買い物するで受け付けましたみたいな感じになったらしい。そんな、あれ、クレジットカードの番号も登録してないのに、カード払いで、なんか知らんけど、注文完了みたいになったみたい。そう、そしたらね、それが詐欺だったんだって。なんかもう詐欺だったの。なんかそれでね、その結局、個人情報が抜かれただけ。ミシンは届かないし、お金も引き落とされてないけど、個人情報が全部抜かれた。そう、で、そのね、ホームサイトみたいなのが、なんか楽天かなんかにあるみたい、そのミシン屋さんの。そこのミシン屋さんのところに行ったら、自分のそのサイトに似せて詐欺をしているサイトがありますので、皆様ご注意くださいって書いてあったらしくて、そうなの。そこの本当のサイトに行くと、楽天さんって言ってたかな、ちゃんとお取引はできるけど、インスタのチラシでたまたまこう出てきたみたい、そのミシンのなんか販売のチラシが。で、その被害がね、結構多いみたい。そうで、消費者センターに言うみたいに言ってたけど、皆さんもね、これでほら、ミシンが欲しいとか、ミシンが買えないとか、買いたいとか、おっしゃられる方多いと思いますが、ミシンを買うときはね、すごく気をつけて。なんかそういう詐欺の、あれがあったみたい。だから、その個人情報だけただ送信したら、ほんとカードの番号も売ってないのに、注文承りましたっていうのが来て、それっきり何もないの。商品も届かないし、お金の支払いの話も来ない。個人情報だけを送った。みんな今、マスク作ってるから、みんなミシンが欲しい。でも全部のミシンのチラシが詐欺とは限らない。私もどれがそうなのかわかんないけど、カード番号も入力しないのに変えてしまうみたいなことになったら、それは詐欺なんだなって思ってくださいねっていうお知らせ。そう、だからちょっとこんな、私もね、なんか結構変なの来ますわ。今日はね、海外の方からなんかメッセージが来ましたよ、英語で。で、なんかうちは UK からですみたいな感じでメッセージ来たんで、何の用事かなと思って返事したら、ビットコインに興味ありませんかみたいな。 そうそうそう、いろんなね、ちょっとよくわからない、話とかもちょっと来ますんでね。そうそうそう、気をつけてくださいね。そうそうそう。みっぺちゃんが、金次郎、香港ティッシュ、ミシン広告は要注意。ちょっとこら、そうだけどね、ちょっと並べないで、中身が違うわよ。なんでね、みんなもね、ちょっとお買い物するとき、ネット販売がもうなんか主流になってますわ、こんな時なんで。だけどね、ちょっと気をつけてくださいね。いろんなところでチラシでパッと出てきて、ああ、いいなと思って、ポチる前に、本当に大丈夫かどうか、ちょっと心得ておくとまた違うと思うんでね、気をつけてくださいね。そう。正規のサイトで買う。でも正規かどうかがわからないじゃん、モキエさん。それは正規のサイトなのかそうなのかが、その時点ではわからないから騙されちゃう。そう。だから、その方も、後で気づいた。そうそうそう。なんでね、そういうことがあるっていうのを、何でもかんでもネットでポチッとポチッとポチり祭りを今みんなはしてると思うので。だからそういうことがあるっていうこともね、ちょっと頭の片隅に入れておきましょうね。あとね、ミシンはね、やっぱね、私のかん、これは考えですけど、できるだけやっぱり店舗で買った方がいいかなって私はちょっと思う。店舗っていうか、ちゃんとミシン屋さんで後のサポートが受けれるようなところで買った方が私はいいんじゃないかなって思う。こう、調子悪くなった時に、やっぱりね、やっぱちゃんと修理を受け止まってくれる窓口があるのが私はいいかなって思いましたよ。トシさん、ビリーの広告ばっかり。あんた何を、どうしたらビリーの広告ばっかりになるのよ。何に興味があるの。 そうそう、そんな感じ。じゃあここら辺でね、明日のマスクの、明日手作りするマスクの柄をね、紹介しますね。明日はこちらです。キャー、明日はちょっと、りょうた、内ポケットとマスクをくっつけたところで今日はおしまいでした。明日もライブ配信見ながら頑張るって言ってました。マジか。そこまで来たらあとちょっとや。あとちょっとで終わり。あとゴールが近いよって言ってあげてくださいね。そうそう。そう、明日の柄はこれになります。ちょっとね、こう暑苦しいかもしれないけれど、ちょっとレトロチックなビタミンカラーの、ビタミンカラーでもないな、レトロなオレンジの、オレンジグリーンな、バニラン、そう、バニランです、これも。そう、見て、くっつくよって言っておく。このね、柄でね、使
作ってみようと思いますよ。明日の販売もこちらのマスクを販売いたしますね。そうそう。お、いい時間だ。この配色好き。私も好き。なんかこう、ちょっとレトロだよね。あとさ、やっぱり日本人ってさ、黄色人種だから、私の顔黄色いですけど、これなんかオレンジとかってね、合うなーって私は勝手に思ってますよ。なんかちょっとレトロ。もうマスクもね、みんな布マスクの人多いでしょ。うん、だからね、ガンガン攻めていくよ。いろんな柄で。私は攻めていこうと思ってますよ。まあ、無地がいいとか、白がいいも、だんだん崩れてくるんじゃないかなって私は思ってますよ。さあ、明日はこちらのバニラン生地を使ったマスクでお作りしますね。明日はまた朝の10時からインスタライブを行います。でね、私がなんでね、このゴールデンウィーク毎日マスクを作るインスタライブを朝するのか。そう、みんなが可愛いって言ってくれた。嬉しい。めちゃ好評や。嬉しい。 そう、なんで毎朝インスタライブでマスクを作るのをするのか。これはね、やっぱりね、連休中すごくお天気がいいんでね、どっか出かけたくなりますわ。ほんとね。だけどね、そこをぐっとこらえて、お家でステイホームしていただくようにっていう私の願いでもあったりして。そう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 。まあ、お仕事の方はお休みの日がいつかわからないのもあるので、皆様のお休みの日に合わせられるのももちろんですが、毎日毎日、そう、インスタライブで、このマスクを作りましょうするのは、みんな付き合ってくれてありがとうって本当に思ってる。毎回来てくださる方ありがとうって思いつつ、いろんな初めましての方とも初めましてができる機会になったりとか、そう、あとはステイホーム、どうかどうかステイホームでいてくださいっていう願いもあって、しつこいしつこいババアが1日1時間、朝晩、1時間ずつか、朝晩と ライブ配信させていただいております。ありがとう。ありがとう、ゆずさん。ついつい見てしまいますって言ってくれた。みんなステイホーム。天気がいいからね、空出かけたくなるわ。だけどね、家にいましょう。今、福井県もありがたいことに感染者ゼロが続いてるんです、珍しく。そう、福井県はダーンってなった時は、もう毎日さ、記者会見ね。毎日記者会見、毎日感染者が何人、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 死者が何人、感染者が何人、何人、何人がもう、ずーっと続いてたから、毎日記者会見だったんですよ。そしたらね、ここ4日ぐらい、感染者ゼロが続いてるの。そしたらね、記者会見もないのよ。でも、そうだよね。そりゃそうだよね。そうだよ。ただね、こんなに毎日記者会見されてた福井県だった、だと、福井県民はね、記者会見がないと拍子抜けするような感じになってきたわ。今日、あれ、記者会見ないのかみたいな。ってことは、感染者がゼロなの。だから、福井県はちょっと成功してる。こういうの、ガーンってなって、あーってもう危機的医療崩壊なんだけど、感染者は出れないの。ここが大事なの。ここで気を緩めたら2波が来るのよ。すぐ。すぐ来る。あー、もう今、私今日街でも言われてる、敦賀はいないもんねーなんて。敦賀はいないもんねーっていう声が聞こえた。マスクしてない人もまだいらっしゃいますわ。そう、マスクを着用されてない方は入店お断りっていうお肉屋さんにマスクをしてない人が来てましたわ。おいおいですよ。そうそう。そういう状態。でもね、みんなでね、こう息を緩めず、感染者ゼロで減らしていけるといいなって思っていますよ。リカさんありがとう。花尾ひとみさんもありがとう。そう、じゃあね、今日はね、ここら辺で終わりますよ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。明日朝10時からまた制作のライブ配信いたしますんで、よかったらご参加くださいね。で、朝、夜の9時にはまたマスクのこちらの販売。で、9時半からはまた雑談の1時間のインスタライブいたしますんで、よかったら付き合ってください。 そうそう、ビバ福井県頑張るよ。そう、全裸。それな、全裸。ほんと。そうなんだよ。ノーパンとかじゃないの、全裸なの。そうそうそう。なんでね、福井県頑張ってるんでね、じゃんけんするよ。いくよ。じゃあ、いくね。終わりのじゃんけん。じゃんけん。パー。小春さんも紙マスク作ってくれてありがとう。今日もありがとう。